こんにちは、新潟三銃拓郎です。今、弥彦競輪場に到着いたしました。で、昨日予想していた買い目183のボックス、和田選手、古性選手、3番新田選手、あとは1番9番3着が3番5番を2点、あとは私の推しである、新田選手と佐藤慎太郎選手、3番7番7番3番の2車体2点を買ってこようと思います。入場したらですね、見てください、このマスク、友人親王ハイマスクをいただきました。これとこれですね、パスケース、これも親王ハイのロゴが入ったパスケースがいただきました。で、この車検ですね、俺の一押し183のボックス、これまで当たってほしい。はい、編集中の拓郎です。まあ、結果は分かってるんですけども、ちょっとみんなと一緒にレースを見ながら見ていきましょう。ここはやっぱ南関勢が強かったんですよ。ここで中断で清水が新田選手にずっと蓋をしてるんですよね。もうこの段階で俺の予想としては清水が出てって郡司とやり合う予想はちょっとあったんですけども、なかなか出ていかない。まだやってますね。ここからもう古性選手出てきます。でここで一回郡司選手牽制しました。外4番も一緒に牽制されて、ちょっと外に行っちゃったんですよね。でもずっと後ろ見て余裕超ありますよ、軍司選手。で、そのまま1着です。これはやっぱり軍司選手強いわ。余裕があるもんね。ってことで私の予想は見事外れました。さあ、競輪生活2日目の予想でございます。明日はローズカップですね。準決勝まで全員いける試合です。さあ、じゃあ予想していきましょう。じゃあラジャー2番に行った選手ですね。で、7番1番で昨日同様郡司選手、和田選手で、4番3番4番と3番これ吉田選手と平原選手、8、5、6、8番、5番、6番は、じゃあ野原選手と古性選手、坂口選手で、9番は1人ですね、太田選手。初手ですね、初手、私の予想としましては、はい、こちらです。吉田選手の組が頭取って、で郡司選手で野原選手で2番9番ですね。でもしかしたら新田選手がこの辺りに来てくれてもいいですね。この辺りにいる予想で展開していきます。で、まず一度8番5番6番切ります。郡司選手ついていきます。吉田選手後方に置かれます。新田選手ここにいてほしいな。ここですね、いてほしいですね。ちょっと9番の太田選手、ちょっとどこにいるか分かんないんですけども、おそらくこの辺に上がってくるんじゃないかなと思います。そうしまして、ジャンが鳴ってからの動き、4番3番がサイド上昇して、
逃げる体勢に入る。それに合わせて郡司選手が出てきます。4番、3番、7番、1番、2番、2番、2番、ここが私としてはここにいてほしい。ここ絶対ここで、そこからカン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 って言って一周、吉田選手頑張ってくれるでしょう。吉田選手、平原選手、このコンビにちょっとマジで期待してます。ここがもう吉田選手もう死に物狂いでかけていく。で後ろからガッと飛ばしてくるのは昨日の調子の良かった野口選手、後ろからバーッと決めます。でもちょっと郡司選手に阻まれます。最後郡司選手も迫りくる野口選手、ここに置かれてそのまま9番何もできず、最後ゴールライン4番疲れてしまいました。出てくるのは後ろで頑張った平原選手で、郡司選手はちょっとこのまま後方でもうここのラインに揉まれてしまう。野原選手ラインに揉まれてなかなか前に出れない。そこで新田選手だん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 と出てくる2番3番、で最後ブワッと猛スピードで追い上げてくるのが8番野原選手。野原選手が最後入り込む。なのでちょっと混戦になるんですけども、3番2番8番のボックス6点買おうと思います。はい、3番2番6番のボックス、こちらまず買います。そしてですね、もう一つ考え、もしも4番選手吉田選手と野原選手ここでバチバチにやり合ってしまった時、一番足を使わなくなるのは誰？もちろん郡司選手、この人は外せないでしょ。やっぱりこの人がやり合ってたところを上から一まくり。ボードちっちゃいですねこれ、大きいホワイトボードでやりたい。上から一まくりするのが郡司選手で、内に残った平原選手、2日目こそいい着に入ってほしい。先頭でも揉まれて抜け出せるのは平原選手か古性選手で、後ろに続く和田選手となるとゴールライン7番3番1番5番、7番3番1番5番、この4人ですね。でここで買うのが、はい、こちらです。3番7番折り返して1番5番の組み合わせで10点買っていこうと思います。さすがに今夜の8時です。編集しながらやってます。さすがに腹が減ってきましたね。水だけじゃちょっと耐えられなそうです。明日こそ当てて美味しいご飯食べたいと思いますので、応援よろしくお願いします。